はい。投資判断の変更や目標株価の変更をもとにアナリストがどう考えているか、そして株価がどう動いていったかをチェックする今日のレーティング情報のコーナーです。早速見てまいりたいと思うんですが、今日他の動画のところでですね、えー、コメントに触れていくのをすっかり忘れてしまいましたんでですね、この動画の中でコメントを触れていきたいと思います。コメントくださいって言った割に <laughs>、すっかり忘れておりまして、すいません。えっ、ー、と、 あのまず、レッティングの方から見ていきましょう。今日も数が少ないので、えー、ささっと見てですね、えーコメン、いただいたコメントを取り上げていきたいと思います。大記者、えー、大和が200円引き上げですね。あと、翻訳センター、これ今日ここで動いていたかなというところですが、岩井コスモ証券が、えー、新規に A、目標株が3000円で買われ近いしということでありますので、見てみましょう。ちなみに今、 夜中の0時過ぎですねという時間帯です日経金先物2万1780円というところです、ね、ニューヨークダウは41ドル高ですねえっ、ー、とか言ってたら証券コード忘れましたはい翻訳センター日本翻訳センターは、えー、44円高2515円1.78%上昇 翻訳、多分前、銘柄紹介かなんかで、かなんかっていうか、銘柄紹介しかないんですけど、お伝えを一度取り上げたとは思うんですが、えーまあ、本当に中小の,その翻訳事務所みたいなところが、まあ、日本にブワーっといっぱいある中で、マンデーとか繰り返しながらですね、大きくなっていってるようなところであります。で、産業用の翻訳とか、だから、 いわゆるその通訳みたいなこととかのイメージじゃなくてその産業用に、えー、翻訳するっていうような、えー、業務仕事そんなのが増えているってことで例えばその説明いろんな機械の説明書とかそういったところでの需要が伸びているみたいな話でしたね富士声優 SMBC 日興が3240円から3600円3点制約台場が100円引き上げファンケル おこれも今日、レーティングで結構動いたところですね。東海東京調査センターが新規にアウトパフォームで6620円でカバレッジ開始、これを交換してという動きになりましたね。えー、ファンケル、えー、230円だから5450円4.4%、大幅反発となりました。資生堂とか、その辺がまだちょっともたもたっとしてる間にファンケル、ちょっと一つ、もう一回上、ね、上値トライというような感じですかね。 ユニプレス、クレディ・スイスが250円引き下げ。グノシー、三菱 UFJ、モルガン・スタンレーがニュートラルからアンダーウェイトに格下げ。目標株価が1700円から1000円に引き下げということで結構厳しいですね、見方。えー、グノシーが今日は。 140円安、1385円、9.2%下落であります。ゲームメーカーは結構堅調だったんですけどねで。昨日それで大きく上げたんですが、もうすっかり返されて、えー、というところになっております。残念ながら厳しいですね。えー、ディスコ、2社出しております。えー、モルガスタンレムム UFG が2万円から19500円。JP モルガンが2万5000円から2万1000円に、それぞれ目標株が引き下げであります。2社出してますんで。 みましょうか半導体今日製造装置系はちょっといまいちだったかなと思いますがディスコ140円安18,930円0.73%下落でありまして、まあ、もうすぐまた安値を更新してしまうかというのは、まあ、安値県での推移になっておりますブラザーこの辺の,この印刷機関連とは今日あのー ゴールドマンサックスがパッと出してきましたね。ブラーツはまとめてみちゃいましょう。ゴールドマンサックスが買いから中立に格下げ目標株が3000円から2400円。あと、ここですね、エプソン。えー、ゴールドマンサックス中立から買い目標株が2400円で変わらず。あとはキヤノン、キヤノン、SMBC 日興も出しておりまして、4000円から3500円に目標株が引き下げと、えー、ゴールドマンサックスの方は中立から売りに格下げ目標株が3780円,円から3200円。 に引き下げ、格下げ引き下げ。あと利口、ゴールドマンサックスは売りから中立で目標株価は820円から1000円と格上げ引き上げですね。以上かな。ヤマハ関係ないですからね。はい。ということで4社一遍に見てまいりましょう。まずはブラザーからですね。ブラザーは。 買いから中立に格下げということでありましたが48円安に円 2. 2、2123円2.2%下落です。だいぶ戻しはしましたが、おまたかった、えー、デリーマーケット情報の方でもちょこちょこお伝えしましたが、えー、この辺下げてたのはこれが要因だったというところですね。エプソンは、えー、格上げでしたね中立から買いに格上げでした、目標株価変わらずですが38円高、1920円2%上昇。 キアノン、格下げ、引き下げでありましたが、えー、キアノン72円安 3, 円2、3572%下落で、年初来安値更新。あとは、リコーですね。リコーは格上げ、売りから中立、えー、でしたが、プラス。20円高10円、1019円、2%上昇という形になっています。もう、レーティングの通りに動いたという形ですね。続いて、富士通がマ マッコーリーですね。マッコーリーが富士通ニュ、えーあ、ミネベア三つ目先に見ますか。ミネベア三つ目、えー。JP モルガンがニュートラルからオーバー。目標株価2440円から2400円と引き下げではありますが、格上げが今日は効いているというところでありまして、えー、大幅上昇しました。ミネベア三つ目。 49円高1894円2.66%上昇ですそしてあとは富士通ですね、えー、ニュートラルからアウトパフォーム目標株価710円から845円ということでありましたこちらも大、えー、幅高になりましたね 20, 20円30銭高77円80銭3%上昇となっておりますあとは えっと、エプソン見まして、一高工業クレディスイスが1300円から1500円、ライトオン、えー、ちょっと業績上向いてきたなというところですね、三菱 UFJ モルガンスタネが880円から900円と引き上げで、あとはヤマハ、ゴールドマンサックスが中立から売りに格下げ、目標株価は引き上げ4050円から4500円としております、どうでしょうかね、ヤマハは売られてましたかね、今日は。 はい。190円安5380円3.4%下落75日線のところでストップというところになっております。さすがゴールドマンサックスのレーティングともなると素直に効きますね。島村、えー、三菱 FJ モルガンスタネが11700円から9700円と、ちょっと業績勢いがなくなってきたなというところを、えー、厳しく見られておりますが、今日は、 えー、小幅安ですかね。10円安9720円0.1%の下落でした。ちょっと閉店とかも続いてますが。そして、えー、ピンフー平和堂ですね、えー。アルプラ、大和が2750円から2900円。そして、海運3社出ております。郵線小泉三井、川崎汽船、それぞれ引き下げ、目標株価引き下げです。モルガン・スタンレー MUFG が出しております。 えー、郵船日本優先2400円から2200円、商船三井が4400円から3600円、川崎汽船が1900円から1600円ということでまとめてみ,てみましょう。まず日本優先から、えー、27安2135円1.25%下落。 海洋、まあ、依然として厳しいですね。もう貿易戦争ともなると、やっぱこの辺が物が動くというところに関連するところはやっぱり厳しくなってくる。商船三輸3 3安2 6 0 0円1.25%下落で安値更新です。えー、川崎汽船。59円安、1947円です。パ、えー、2.94%下落。一番形悪いですね。川崎船も安値、年来安値更新となっております。そして最後、ウィザス。 えー、岩井コスモ証券が新,、えー、とこれ多分新規の間違いかな新規に A で株価が近いしで目標株が500円ということでありますので見てみましょう。 さこんなところ、早々カバレわりするもんじゃないですもんね。5円安404円、1.2%下落ということでありました。高いづらい銘柄ですね、これもね。はい、ということでありまして、えー、以上、レーティング情報でありました。コメント触れていきたいと思います。のっちさん、えー、とデイリーマーケット情報の方でいただいたコメントですね。戦後へに長く苦戦されてましたが、 気がつけば1500も軽やかに超えて2000目標ですね。あれですね。えっ、ー、と、チャンネル登録。気がつけば本当にせ今の今1700人目前というところで本当に皆さんありがとうございます。ま、この,この後書いてあると思うんですが、仮想通貨人気もあって、そろそろサンシャインレディオもレーティング格上げるでしょうかということで、格上げきますかね。<laughs> まあ、うーんそうですね、仮想通貨始めてから一気に爆 <laughs> 投したぐらいの感じでしたんで、うんまあ、早くやりゃよかったなっちゃ、そういうことなんですけど。ですね、ただ、やっぱり、あれなんですよねあの、なんで上がったのかよくわかんないんですよ。 仮想通貨、まあ、最近、ここ何日か、2日3日上がってるんですけど、材料がよくわかんなくて、で、その材料探すのがすごいめんどくさいんですね。昔、その、毎日レポートとかっていうのをお願いされて書いていた時に、そに、大きな動きがあったとき、当然材料探してたんですが、まあ大変で、なんか、英語の記事いろいろ読んだりとかして、あっけわかんねえなとか思って、はいたりしたんですけどね。 そ,うそれがちょっとつま,つまんないというかめんどくさいでのでもう向こうの方はもうそれはめんどくさいんでテクニカルの話だけしかしないってことにしてますけどっていうねそんなこともありつつまああの本当にありがとうございますいつもえそして あとは、何でしたっけね。えっと、明日はこれを変えの方で、えー、ぴよぴよさんからいただいております、えー。こんばんは。本日の相場もすごく心臓に悪い本当にそうでしたね。ちょっと改めて見ますけど、あっちの方でも見ましたが、あの、今日のね、今日の分の明日はこれを変えでも見ましたが、こなんな、なんなんでしょうね。ちょっと先物で見ますか。 着物5分足ぐらいでこの昼、こっ、まあ、ここからの下げはましょうがないとして、ここのもう一段ですよ、この前場終わった後の。これが最近本当に嫌ですね、このね。っていう形でした。えー、ヘッジファンドが利確したためかもしれないが予想できない暴落は地震と同じ。えー、保育株式全滅だぞということで。あ、NTN だけ上げてた。NTN とか こういう、そういう銘柄を持たれてるっていうのは本当にすごいなと思いますよね。個人投資家で、まあ車す、車好きとか、まあ、関係してるところで働いたとかっていうことならわかりますけど、なかなかベアリングを買おうとは思わないですよね。私は全然いい会社ではありますけど、うーん、っていうのと別に、だから、こういうことを始めたから、ベアリングとか気にするようにしましたけど、むしろ、 証券マンだった時は見向きもしなかったですね。全然。んだったら、トヨタ買った方がいいんじゃないのとかっていう感じのイメージでしたし。えー、まあ、なったら米粉とかの方がいいかなとか思ったり。まあ、もうちょっとこう、あの、セグメントを別で持ってるっていう意味で、まあまあいいか。なんでもないです。<laughs> っていうことを思ったりとかして。 まあ小幅だからでしたけどね、今日も続伸ということで、でも昨日のあの下げの中でプラスを維持できてたっていのはやっぱり大きいですよね、うん、と思いますんで、今日戻した銘柄、それなりに戻していると思いますんで、まあ、それも救いになったかなと思いますが、で今日高値取っているような銘柄、あんまり大きい。 いいところはないんですが、えっと、デイリーマーケット情報の方でもお伝えしまして、今日値上がり率トップだったカシオとかが年初来高値更新。大型はもうそんな,そんなところですね。小型で個人投資家の方にも人気なところだと、ブレインパッドとか年初来高値更新になってますかね。こんな感じです。あと、あれこの辺、日本ユニシスとか。 ね高値更新ですこんなもんですかねおろとかちょっと前に見,見ましたけどねちょっと気になってんのはですねここなんですねちょっと他の動画で取り,え取り上げらればよかったんですけど夕方自信がな時間がなくてですねあんまり やっってらなかったです大東建宅ちょっとね話題になってますね大東建宅また明日続落するんじゃないかなとか思ったりとかしますけどまあ不動産会社にありそうな感じの話ですよねうんまあ証券とかねあのあと商品先物とかも似たような空気感とかあったりするんでしょうけど私がいた証券会社まあ そういうその金銭面ではあんまり文句はないというかそれほど不満はなかったただなんか朝早く会社に行かなきゃいけない雰囲気、まあ、ほ間接的に強制されてるほぼ強制されて早く行かなきゃいけないような空気なのには朝の残業代つかないっていうのはちょっと納得いかなかったりしてましたけど、まあ、それぐらいですかねでもそれも今は全然。 そういうのはなくなって、まあそういう環境だったら朝つけろっていう風になってるらしいんで、いいんでしょうけどね。そしてと未だにこの環境の中でそんなことやってるってのはちょっとまずいなって感じですかね。あとは、えっ、ー、と、また改めて明日、デイリーマーケット情報かなんかのところでお話しますが、他の動画も順次再開、再開。 っていうのも変ですけどあのストックステーションとか、えー、投資信託を考えるとか、まあ、上半期終わりましたんで、その辺のまとめとかも含めて、いろいろ動画、えー、広告収益化、再開されましたんで、えー、やっていきたいなと思っておりますので、そちらも見ていただければなと思います。ということで、えー、以上、レーティング情報のコーナーでした。